女子力関西のりんちゃんのスピーチをお願いしたいと思います。お願いします。こんにちは、京都から来ました大学2回生の斉藤りんです。よろしくお願いします。私は6月21日に京都で行われたデモをきっかけにシールズ関西として活動を始めました。まだ路上に出て声を上げるようになって4ヶ月しか経っていません。しかしこの4ヶ月間を通して痛感したことがあります。それは当たり前ですが、積み重なった時間の上に自分が立っているという事実です。4ヶ月前までの私は社会に対して絶望しかありませんでした。バブル崩壊後に生まれ、景気のいいニュースなど聞いたことがなく、これから高齢化社会がどんどん進み、格差社会も進んでいくと言われる中で、安倍政権の独裁が行われている。そんな現実の中、未来に希望なんて持てませんでした。こんな社会を作った大人に対しての怒りが、デモや街宣に行く原動力でもありました。この夏、デモや凱旋を通して、私のおじいちゃんやおばあちゃんと同じ年ぐらいの方が、杖をつきながら、若者を戦場に送るなというポスターを持って立っている姿を、私は何度も目にしました。私は順調にいけば、あと50年、60年、この法案が通った後の社会で生きていかなければならないという恐怖が目の前にありました。しかし仕事を勤め上げられ、穏やかな生活を送り、自分自身はこの法案が通っても徴兵されたりすることはないお年寄りの方々が、なぜあんなにも暑い日差しの中を無理をしてでもデモに参加するのか、私には少し不思議でした。私には戦争を経験した祖父母がいます。祖母に電話をし、私はその疑問を伝えました。祖母はこう言いました。私たちは戦争を知っている世代としての責任があるんだよ。りんちゃんたちにそんな経験をさせてはならないと思うから行動するんだよ。改めて私は路上に立っているお年寄りの方に目を向け考えてみました。それぞれに70年前に経験したであろう戦争の恐怖があることを想像しました。それはもしかしたら人を殺めた記憶かもしれません。ご飯が食べられない辛さ、好きな勉強ができない悔しさ、言いたいことが言えないもどかしさ、そんな思いを私たちや未来に生まれてくる命に経験させてはならないと強く願い、この安倍政権が暴走する中、いても立ってもいられない気持ちで体を押してこの場に来たのだと思いました。そしてそのような先輩方の願いがこの国には浸透し、つながっていたからこそ70年間平和主義国家、民主主義国家としての歩みを曲がりなりにも続けてこれたのだと実感しました。70年間、それはまだ19年しか生きていない私にとってはとても長い時間です。その間、きっと先の戦争の反省と失われた死者の記憶を何度も忘れそうになり、平和主義と民主主義を諦めそうになったこともあると思います。それでもその度に未来を思い、平和を守ろうと声を上げ続けてくださったたくさんの人の過ちはもう繰り返さないという意思の上に、私が当たり前に享受していた日常があるのだと、この夏、この夏の行動を通して私はやっと気づきました。私は今先人たちの意思を引き継ぐことを誓うと同時に、また私たち自身も未来を思い行動しな
ければならないということを強く思います。いつか出会うであろう私の子供や孫にも平和国家としてのこの国の歴史を続けていってほしい。そのためにも私たちの自由で民主的な生活を奪うこの法を、そして安倍首相のやり方を許すわけにはいかないんです。安倍首相にとっては武力を持って世界中の戦争に加担することのできる社会が理想の社会なのかもしれません。そしてそんな社会を憲法を壊して議会のルールも無視して自分が強引に達成させることで歴史に名前を残したいのかもしれません。しかし私は70年間かけて名前の残ることのないたくさんの人々が平和で自由で民主的な社会の実現に向けて歩んできたこの長い道のりに思いを馳せるとき、その尊い道がたった一人の権力者のそれこそ利己的な理由によって遮断されることがあってはならないと思います。70年間少しずつ前進してきたこの道は、確かに今回の安倍政権の独裁で何歩か後退してしまったかもしれません。それでも私たちはたくさんの犠牲の上に得た日本国憲法を、そしてそこに書かれたまだ完全に達成したとは言えない理念を諦めることができません。なくなって全ての命が平等に扱われるようになり、全ての子どもたちが叶えたい夢を持ち、みんなが希望とともに生きる社会が私の理想です。そんな理想の社会はきっと私が生きている間に見ることのできる社会ではないと思います。でもそれでもいいんです。何十年何百年かかってもいいんです。私の孫やひ孫がその社会に生きてくれればいいんです。そのために私は今この腐敗した政治を見て絶望を感じながらも、大きな理想や笑われてしまうような夢を掲げることをやめてはいけないし、命ある限りその理想に向けて前進する努力を諦めません。2015年10月18日、私斉藤凛は戦争法の廃止と安倍政権の即時退陣を求めます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にマシールズ関西、そして今他にも琉球だったり東北だったり、あと東海、たくさんのところで皆さんがこうやって声を上げて自分の言葉でスピーチをするっていうのをやっていて、本当にまあこうどういう形で、もちろんシールズじゃなくたってどういう形であったにしろ、こうやっていろんな地域で声を上げていくことができるっていうのが今この社会、まあ、民主主義の本来あるべきでこう始まりなんじゃないかなっていうふうに強く思いました。